投資家とは、投資を目的として、市場において発行された、金融商品、通貨、不動産、コモディティなどを保有するもの。投資家の投資対象には、株式や債券などの金融商品、不動産、コモディティなどがあるが、その保有目的には、様々なものがある。例えば株式であれば、経済的な利潤が目的である場合もあれば、会社の経営の三角であることもある。 短期の値動きによる利益を狙う、投機家やトレーダーに対して長期の値上がりを期待する立場を意味することもある。一般的に銀行に預金を保有していても投資家と呼ぶことはないが、それは投資と貯蓄が対立した概念として捉えられているからである。しかし、経済的には預金の保有は預金者と銀行との間の金銭消費対策契約であり、これは 銀行等が発行している、社債等に投資しているのと本質的には同じである。投資を行う者には個人投資家や機関投資家がある。外国の株式や不動産に投資する者は投資先の国から外国人投資家と呼ばれ、時にその国の投資家以上に存在がクローズアップされることもある。例えば日本では株式市場における 外国人投資家の売買シェアが5割を超えるため、その動向に常に注意が払われている。投資家の中には、再起と後期に恵まれ、莫大な富を築く人物もおり、世界の長者番付に名を連ねる者もいる。労働を美徳とする社会においては、キャピタルゲインを目標とした投資によって、利益を得る投資家は攻撃の対象とされることがある。しかし投資家は、 高い確率で存在している買い手であることから、流動性を高め、企業の資金調達を潤滑し経済活動の、機動性や効率、規模を向上させ、経済全体の向上に寄与している面がある。また逆に株式や不動産の取得を望む場合にも、高い確率で存在している売り手となることから、同様に流動性を高め、やはり経済全体の向上に寄与することになる。 ウォーレン・バフェット。総資産は3兆円に上り、彼の発言が市場を動かすことさえある投資家は、用の東西を問わず、古くから存在したが、現代につながる金融技術は18世紀から20世紀に、かけてアムステルダム、ロンドン、ニューヨーク及びシカゴで開発されてきた。日本でも、北浜の米相場が著名であり、江戸時代には高度な金融技術や、 ロソク足チャートなどの相場分析が開発された。現代の投資家について、株取引を例にとると、個人投資家が行う取引の形態は、証券会社の窓口や営業を通して、株式の売買を行うという形から、パソコンや携帯電話をインターネットに接続して行う、オンライントレードが盛んになってきている。未成年者や無職の者でも、口座の開設は可能で、 また投資に必要な最低限度額や手数料も低下傾向にあり、投資家になるためのハードルは以前より低くなってきている。昔は投資家といえば億万長者というイメージもあったが、野村総合研究所の調査によれば、現在では個人投資家の8割が年収1000万円に満たない者たちで占められている。機関投資家として金融機関などが組織的に 大規模な投資を行う場合もある。近年では、基幹投資家が運用する投資信託への資金流入が進み市場においても、各種ファンドの動向が無視できない規模になってきている。ありがとうございます。